皆さん、こんにちは。三井住友ビザ太平洋マスターズ最終日が2023年11月12日行われました。静岡太平洋 C 御殿場 C イコール7262ヤード、パー70。昨年覇者の石川遼選手は通算4アンダーの9位で終わっています。単独首位から出た今平周吾選手が70と耐え、通算12アンダーで今季開幕戦以来の2勝目、ツアー通算9勝目を挙げました。石川遼選手は69と伸ばしきれなかったようです。ギャラリー数はこの日9014人で、今季では33KBC オーガスタの最終日に次ぐ2位となりました。4日間合計では23,569人で今季最多だったとのことです。大会アンバサダーの石川遼選手は、去年の50回記念で無料の試作を売っていただいた影響はあるんじゃないかな、すごく楽しかったしすごいいい4日間だったと振り返りました。自身の成績もさることながら、大会全体の集客などに気を配るあたり、男子プロゴルフの現状を憂慮していることが伝わってきます。ここで石川遼選手のプロフィールを少し振り返っておきましょう。石川遼選手は1991年9月17日生まれ、埼玉県北葛飾郡松伏町の出身です。身長175センチ、体重72キロで現在カシオ計算機に所属しています。石川遼選手は6歳の頃に父親に連れられてゴルフ練習場に行ったのをきっかけにゴルフを始めました。小学校時代はゴルフ場に通って練習していましたが、中学校にはゴルフ部がなかったため、陸上部に足の筋力をつけるために入部し、並行してゴルフを続けていました。2004年に全国小学校ゴルフ選手権横尾金目カップで優勝し、そこから全国規模で上位に上がっていくことになります。2007年には日本のプロゴルフ大会においての史上最年少優勝を達成します。2008年1月10日にプロ転向を宣言し、 JPGA のプロゴルファー資格は2008年4月1日に取得しました。16歳3ヶ月24日の史上最年少の JGTO ツアープロとなります。また2009年末までシード権を保有していることから、同時に史上最年少のシード選手となりました。プロでの勝利数は13回、2009年には賞金王にも輝きます。同じく2009年は世界ランクも自己最高の29位になるなど、目覚ましい活躍をされました。当時ハニカミ王子の愛称で日本中から注目され、ゴルフ人口の増加やテレビ視聴率のアップに貢献したと言っても過言ではないでしょう。一時期毎日のようにテレビで特集されており、見ない日はないくらいフィーバーしていました。それこそ石川遼選手の一挙手一投足に注目が集まっていたように感じます。そして石川遼選手を見てゴルフを始めた方もとっても多いのではないでしょうか。三井住友ビザ太平洋マスターズ2023では、初日25位の石川遼選手がアンバサダーの務め、キャッチボールはあっていいと述べました。これはどういう意味だったのでしょうか。石川遼選手は首位と3差の1アンダー、内容は悪くなかったと、25位タイで初日を終えるとインカムをつけてすぐ練習場へ向かいました。本戦としては連覇と大会最多の4勝目がかかるとともに、今年6月から主催の三井住友カードと契約を結びアンバサダーに就任していたことも作用していると思われます。この日はギャラリーの皆さんとの一問一答で進めるゴルフクリニックで盛り上げ役としての務めを果たしていました。スイング中の右肘の位置や使い方はとか、上から叩くように打てとよく言われるけど実際にはなどなど、高度な質問の数々に皆さん本格的ですねとびっくりしながら丁寧に説明を重ねていました。予定時間の30分もとっくに過ぎて、そろそろお開きという頃に挙手をしたのは聞き慣れた声でした。明日もしくは明後日に久しぶりのラウンドです、何を練習したらいいですかなどと質問したのはプロゴルファーの中西直人選手でした。練習しすぎてぎっくり腰にならないように注意した方がいいですねなどと
石川遼選手も大真面目に答えて爆笑をさらっていました。先輩プロの協力もあり、まずは初日のイベントも大盛況で終了していたようです。すごく楽しかったですし、僕が打っているのを見るだけというのは皆さん結構あると思うんですけど、どうやって打ってどう考えているかっていうことを、お客さんと直接キャッチボールするのはほぼないので、これからもあっていいなと思いましたと、宣伝大使としても大満足の一日になったようです。2023年10月24日、国内で唯一開催される米 PGA ツアーの ZOZO チャンピオンシップは、通算14アンダーで優勝した C 森川の総合力が際立っていました。会場は習志野 CC パー70設定の林間コースで、今大会はフェアウェイもやや絞られている雰囲気です。ティーショットが重要で、2年前の松山英樹選手をはじめ歴代優勝者はいずれもショットメーカーでした。 C 森川はフェードが持ち球で精度が高いと言われていました。風速が16メートルを超えた強風の2日目を3オーバーに抑え、好天の最終日はボギーフリーの63、ショット、アプローチ、パットで大きなミスがなく、2位以下を大きく引き離していました。国内ツアーを主戦場とする日本選手は9人が出場し、石川遼選手が4位タイ、平田憲聖6位タイと健闘していたようです。今季は欧州ツアーでプレーし、フランスオープンに勝った久常涼選手も6位タイに入っていました。トップ10入りしたものは、2週後の米ツアーメキシコ大会ワールドワイドテクノロジー選手権の切符を得て、石川遼選手は出場を明言しました。米ツアー復帰を目指すものなら、この決断は当然のことだと言えます。今季は大西勲人選手と桂川優斗選手が米下部ツアーで戦い、前述の久常涼選手と日本オープンに勝った岩崎亜久里選手だけでなく、金谷拓実選手、比嘉一貴選手、星野陸選手らが欧州ツアーに参戦していると見られています。ワールドゴルフランキングは昨年8月から新システムとなり、国内ツアーは欧州下部ツアーよりもポイント配分が少ない試合もあります。新システムになったことにより、今までのように簡単にいかなくなっているのでしょう。石川遼選手はこれまでに日本男子プロゴルフ界における様々なことの改善の必要性を訴えてきた一人です。例えば2018年5月30日に行われた日本ゴルフツアー選手権森ビルカップのプロアマ戦で、片山慎吾さんの対応に不愉快な思いをした招待客がプレー続行を断念したことが問題となりました。そのシーズンからジャパンゴルフツアー以下 JGTO 選手会長を務める石川遼さんが、プロアマ戦のあり方について思いを明かしたことがあります。プロアマはホスピタリティとか接待と言われることが多いと思いますが、根本はただ一緒にゴルフを楽しんでもらうことと語っています。何時間もラウンドをする人とコミュニケーションがなかったり楽しめなかったりするというのは、一ゴルフ好きとしてあってはならないと思います。ゴルフは一人では成立しない競技、選手たちは自分のことで精一杯になってしまっているように感じると現状への危機感を口にしました。ギャラリー数の減少などが問題となっている国内男子ツアー、石川遼さんが中心となり、人気回復のため様々な取り組みを行ってきました。だからこそ選手たちの意識について警鐘を鳴らしています。アマチュアとプロの違いはゴルフで生活しているということ、そのお金は戦った相手から取っているわけではなく、トーナメントに対してお金を出してくださっている人がいる、そう述べます。シーズン開幕当初から選手の意識改革について言及してきた石川遼さんでしたが、教育制度についても考えていることがありました。プロテストに受かったら PGA の研修を受けるんですが、そこではなんで自分たちがゴルフでお金をもらえているかを徹底的に勉強でき、選手会や JGTO としても講習会などを行っていきたいと思っていると述べています。プロ1、2年目までの選手を対象にプロアマやファンサービスについてのノウハウや業界の仕組みについて徹底して教えるシステムが必要だと語っています。ギャラリーが年々減っているのに
試合数が減っていないのはスポンサーさんに感謝しなくてはいけない。長くツアーを応援してくださっているファンの方々に恩返しできるようにならなければと表情を引き締めていました。いかがだったでしょうか。今回は石川遼選手の競技生活の奮闘と運営に対する取り組みを見てきました。若い選手の多くは最高峰の米ツアーや4大メジャーの舞台に立つのが夢でしょう。例えばマスターズの出場資格となる世界ランク50位以内に入ることは国内にいては厳しいと言わざるを得ません。わざわざ海外に出ていかなくても全英や全米オープンに出場できるチャンスはあります。しかし米ツアーのメンバーにはなれないし、4大メジャー優勝は奇跡に近い話と言えます。松山英樹さんは2013年秋から米ツアーに本格参戦し、マスターズ制覇まで8年を要しました。メジャーはスポット参戦で勝てるほど甘くはない戦場です。平田憲聖選手と蝉川泰果選手、中島啓太選手は2000年度生まれの同世代です。金谷拓実選手もまだ25歳です。彼らが米ツアーで脚光を浴びるようになれば国内の男子ゴルフ界に活気が戻るはずです。そう信じて石川遼選手などは盛り上げるべく日々努力をしているのでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。